今回は前回のファイアーセブンにダイソーのスピーカーをつなげたのの続編で、ダイソーのパーツでさらにパワーアップしていきたいと、チューンアップしていこうと思っています。前回までのダイソーのパーツはこのスピーカーと、スピーカーにつなげるコンセント、オンオフできるコンセントですね、これを使っていました。あと土台が100円ショップのパーツで、この中に100円ショップで買ったタッチペンも入っています。とりあえず今までの状態で試験したいと思います。音の違いを比較していきたいと思います。アレクサ、おはよう。おはようございます。あなたが笑顔だと私も嬉しいです。今日も一日笑顔で過ごせますように。アレクサ、今日は何の日？5月16日は旅の日です。旧暦の1689年のこの日、松尾芭蕉が奥の細道に旅立った日にちなんで制定されました。日々の生活の中で忘れがちな旅の心を大切にし、旅のあり方を問いかけることを目的として、旅を愛する作家や芸術家などによって構成されている日本旅のペンクラブによって制定されました。アレクサ、ドラえもんのモノマネして。なんとかしてよアレクサ。スピーカーの弱点が出ました。アレクサというと反応します。まずは一つ目の商品です。回転台です。100円ショップじゃなく150円ですが、これをセットしてきます。回転台をセットしました。スピーカーが隠れて見えませんけど、このように後ろにいます。音声のテストをしてみます。アレクサ、おはよう。おはようございます。あなたが笑顔だと私も嬉しいです。今日も一日笑顔で過ごせますように。アレクサ、今日は何の日？5月16日は旅の日です。旧暦の1689年のこの日、松尾芭蕉が奥の細道に旅立った日にちなんで制定されました。日々の生活の中で忘れがちな旅の心を大切にし、旅のあり方を問いかけることを目的として、旅を愛する作家や芸術家などによって構成されている日本旅のペンクラブによって制定されました。アレクサ、ドラえもんのモノマネをして。なんとかしてよアレクサ。次にこの置くだけで音が広がるスタンドを使いたいと思います。先に気がついたんですけど、タッチペン、これを引っ掛けれることができるんですね。セットしました。あと100円ショップにあるかどうかわかんないですけど、スパイラルチューブ、これでタブレットの電源とスピーカーの線とかを傷つかないように束ねようかなと思っています。
スパイラルチューブもセットしました。ここに前のタブレットスタンドも収まっています。スパイラルチューブもつけました。こういう感じです。ちょっと回転させてみます。となりました。前のタブレットスタンドも後ろにはまるようになってます。こうすれば小物を入れたりできますね。これで音の試験をしたいと思います。アレクサ、おはよう。おはようございます。あなたが笑顔だと私も嬉しいです。今日も一日笑顔で過ごせますように。アレクサ、今日は何の日？5月16日は旅の日です。旧暦の1689年のこの日、松尾芭蕉が奥の細道に旅立った日にちなんで制定されました。日々の生活の中で忘れがちな旅の心を大切にし、旅のあり方を問いかけることを目的として、旅を愛する作家や芸術家などによって構成されている日本旅のペンクラブによって制定されました。アレクサ、ドラえもんのモノマネをして。なんとかしてよ、アレクサ。最後にこのスタンドの中蓋を取って変わるかどうか試験したいと思います。スタンドの中の取りました。音が変わるか試験します。アレクサ、おはよう。おはようございます。あなたが笑顔だと私も嬉しいです。今日も一日笑顔で過ごせますように。アレクサ、今日は何の日？5月16日は旅の日です。旧暦の1689年のこの日、松尾芭蕉が奥の細道に旅立った日にちなんで制定されました。日々の生活の中で忘れがちな旅の心を大切にし、旅のあり方を問いかけることを目的として、旅を愛する作家や芸術家などによって構成されている日本旅のペンクラブによって制定されました。アレクサ、ドラえもんのモノマネをして。僕アレクサです。アレクサ、ドラえもんのモノマネをして。どこでもアレクサ。スタンドの中の外しても変わんないみたいですね。FireHD10 の時は変わったんですけど、今回は変わんないみたいです。この状態で正規の場所に持ってって運用していきたいと思います。正規の場所に持ってきました。1階のリビングです。これで家族でみんなで使えるようになります。変更したのがあります。スパイラルチューブなんですけど、タブレットの電源は旅行で運んだりするので一緒にチューブに巻かないようにしました。あとは旅行用の袋ですね。
上から見るとこういう感じになりました。ご視聴ありがとうございました。